あ、富士山見えてる。白い。なんか眠気がすっきり取れてる感じではないかな。でもクラクラしなくなった。あの辺り急だな。
口の中がカラカラになってる。雲流れてるな。涼しいな。本当に今日は涼しい。8時で上げたから3時間ぐらい経ってるから、もうピークに行って寒がってる人もいるんだろうな。
そうだ、 GoPro はちゃんとまだ撮れてるかな。撮れてる撮れてる。登ってきた道が見える。これ上の夢の庭園っていう20分ぐらい歩いて登るところまで行くと登ってきた道がさらによく見えるんですけどね。でも今日は白いな。今日は秋晴れじゃない、晴れだけど。前なんか奇跡的なほど空気が澄んでた日があって、その時登った時の景色は本当最高でした。ここのてっぺんの、その夢の庭園っていうところ、あんだけ綺麗なのまだ1回しか見てないな。そこそこ綺麗が1回とめちゃくちゃ綺麗が1回。あ、でも見えた。なんか汚れてるな。あ、このもんだと12時ぐらいには昼、牧場に着いて昼ご飯休憩にできるな。まあ来た時は2008年だから4年前か。4年前来た時には12時に鐘が鳴ってたんですけど、今どうかな。分校もなんか休校になってしまってしばらく経ってるみたいだし、金峰牧場も金峰温泉も今は営業を休止してるらしいし、左アキレスあたりが痛くなってきた。しばらく休憩してると痛みが引くのか。この先ひどくならなきゃいけど痛みが。うわ、ローリングかこれは。
街の中でやられるよりはマシだけど、汚れがつくな。1.5 キロ。晴れてきてる、晴れてきてる。雲が減ってきた。1キロダムまでは、
これはなんか崩れたのかな。ダム手前のピークかな。鳥峠か、確か。ダム到着。大体水ちょっと少ないかな。これ野宿できるな。水ないけど水場が欲しいな。あそこもなんかブルーシートがかかってる。さて届くかどうかわからんけど、ツイートしてみよう。川ダム、言葉が変換できない。あれ、ことが変換できない。おこと、違う、男じゃない。おこと、おことだと出るな。川ダム、あれダム到着。で、画像をつけて低画質でツイート。もう変わってないな。いっぺんここでキャンプしようかと計画したことあるんですけどね、最近。水場あるかな、こう夜は。あそこのダムの
休憩所で、夜も空いてて、トイレが夜も空いてればキャンプできそうなんですけどね、快適な。まあ水持ってくれば普通にキャンプできるか。あとはトイレ問題だな。湖岸広場、こっからしばらくきつい登りが続くんですよ。で、途中に分校、今休校中の分校がある。で、あとはここは何時までやってるかを確認しておきたい。ウェブで調べても載ってなかったんで。あ、閉鎖はないか、これもしかして夜間閉鎖する。あー、ゲートがないな。あとはトイレいつまでやってるか。あれ、トイレがここじゃない。トイレは管理事務所にあります。ん、この先か。ん、あ、あっちか。あ、うん、あれ、トイレどの建物なんだ。あっちか、あれかな。パーキングの、あ、上の道をまっすぐ行ったところか。トイレ600メートル先、往復1キロオーバーか。おう、ああ、さっきのランニングだ。よいしょ。まっすぐ行ったら上に行ってたのか。まあ昼飯食うけど。
で、トイレがえらいとこにあるな。そしてちょっと変わったガードレールじゃないや、カーブミラー。こりゃ視界が広い。ああ、さすがにこれは夜間は閉鎖されるかな。いや、でももうないな。自販機はないか。あれ、トイレ、あ、これか。よいしょ。一応催してはいないけど、この先のこと考えてトイレ行ってきます。よいしょ。よっと。琴川ダムここまで来たことあったっけ。確かないよな。あ、こんにちは。向こうに道はないよな。端っこまで行くか。熊出没注意。上にも登れるのか。まあ今日はいいか。今日はじゃなくてずっと登らないだろうな。この辺りで熊が目撃されていますので十分注意してください。よっと。あれ上の方見えてるのはピークじゃないよな。
確か御嶽海峠からこのダム湖は見えてないはず、見えなかったはず。これは高所恐怖症的にはちょっと来るな。あ、12時になった。あと鐘やっぱ鳴るんだ。おお。やっぱり結構怖い。おお。この一旦乗り出してしまってこの斜面に落ちたら下まで一気に落ちてしまうだろうっていうのが見えるのが怖い、というふうに想像してしまうのが怖い。こんなんだっけ。しかし妙に車道から離れてるな、ここは。さて、ちょっと登る。あ、そっか、この地名は柳平だったっけ。
金峰線だったっけ、道路工事で休館中だったのか。これこの辺に覗くするときにベストだと思ってたとこなんですけど、ホームページにはただ休業中としか書いてなくて、この通りも生きてるか。あれ、工務店に変わってる。てか、もともと工務店だったんですか。いや、施工が大和さんの工務店か。人がいるな、中に。店というわけではないよな。さて、じゃあここで昼飯。4年前に来た時よりはちょっと時間遅いな。もう食べ終わる頃に鐘が鳴ったんで。じゃあ配信のためにと旧 iPhone、 旧じゃないけど iPhone4、生き返ってる。じゃあこっちで米ビューを、でこれでコメント取得準備よし。iPhone5 で、お、青い森鉄道祭り2012。あ、ちょっと見たかったの、この間行ったばっかりだから。放送する、前回内容はこれ持ってこれないんだっけ。の上り昼食休憩遠だるみ峠で柳平で今変換できないな。
柳平で、休憩の間だけ配信と。オフエア、オンエア、うん、でこっちでコメントをしとく。お、来た。聞こえますかね。どのぐらい、こんにちは。あのコメント読み上げは旧 iPhone でやってます。放送は iPhone5 で。音入ってますかね。音が入ってるかどうかこれじゃ分かんないな。いらっしゃいませ。言ってないのか。こう違う、こう。言ってないですか。言ってると思うんだけどな。この音あ、大丈夫ですかね。で、あとちょっとあの横配信できるのかな、これ。こう、あ、できてる。ああ、これで今画角変わりましたかね。うわー、 iPhone のプレビューで見るとむちゃくちゃ映像綺麗なんですけど、そんなに綺麗には来てないですよね、放送の方は。これはあの柳平っていうところの分校、今休校扱いになってるはず。復活するのかどうか分かんないんですけど、で今ここで、これ元金峰牧場っていうところだったんですけどね、この辺りは。これ家じゃなくて学校、あと学校休校中の学校です。時計止まってるな。え、柳平ほうとう屋さんって、いや店見たことないですけど。でちょっと休憩で、うん、こんな学校で、まあこの辺りの子供だけですよね多分。でじゃあ画質、あ、いいですか。じゃあこの状態で iPhone を、あ、待てよ、 GoPro の方の映像と合わせたいんだから、ちょっと待ってください。うわっちゃ、よいしょ、はい、よく GoPro の映像はこっちはこっちでこうして、ちょっと GoPro マイクが遠くなります。巻き寿司になるのかな、サラダ巻きです、うん、じゃあこれで、うわ iPhone のこれ難しい、やっぱりもう映像全然違っていいや。大樽見峠付近の気温1度、うん、カバー、カバーって何でしたっけ。 iPhone のカバーですかね。ああ、安定しない。これこれで入ってますかね。これで私は映ってますか。あ、まだ寒くないです。でも日陰に映ってたら寒いな、これは。じゃあいただきます。こっちの方が分かりやすいかな。映ってますよ。大丈夫ですかね。これあの iPhone で放送するとき読み上げ、 iPhone1 個じゃ読み上げができなかったんですけど、お腹が、まあ最近動いてなかったですからね。雲の話題上がってたけどどうなんでしょう。雲、雲ってあの iPhone 裸ですよ。 iPhone 裸で、そうです。あ、いや iPhone は今一応ケース入れてます。あのスイカを一緒に入れたかったんで。サラダ巻きって醤油入ってんだよ。よっ、 iPhone また黒、うん、iPhone、 あ、また黒です。白だと汚れが目立つかなと思って。
じゃあいただきます。さあいただきます。今起きた、ロボようございます、うん、おはようございます。うん、今ここは標高1500ないぐらいのところです。だから残り800ですかね。うん、GoPro の方に見せとこう。サラダ巻きです。英語で言うとサラダロールかな、どうなんだろう。負けてますよ、うん、あ、ヤンキース負けちゃってますか。じゃあ iPhone で、うん、うん、今ここは表示されてないですよね。今日はあ、今ここは今さっき繋がったみたいですよ。配信終わりに声かけられてたけど何だったの、うん、あの人たちはなんか毎年7人ぐらいで来てる人たちで、あの配信ですかって言われた、中継ですかって言われた女性の人もそのうちの一人でした。あ、そうだ、あとここはですね、見づらいかな、そっち側に琴川ダムってダムがあります。うん、ここ探してみます。1503.1メガ。あ、そっか、今ここアクセス名ないですからね。あ、1503.1って、よいしょ。しかしさすがにサラダ巻き昼飯だとあっという間食い終わりますね。あと3つ。ヤンキース勝てば広島カープとワールドシリーズです。ん？ヤンキース勝てば広島カープとワールドシリーズ。ん？ワールドシリーズって国の間でやるんでしたっけ。ワールドってだからそうなのかな。そうか。おしゃれなもん食っとるの。うん、恐れなもん、恐れって何ですか。腹減った。おしゃれか、おしゃれか。サラダ巻きから。うん。温かい汁物食べたいね。あ、汁物欲しいですね。随分ヘルシーですね。うん、ヘルシーかな。マヨネーズ系ですけど。あとこの近くにですね、あの金峰泉っていう、あの宿の温泉があったんですけど、今なんか道路工事やってるから休館中って書いてありました。実は前ここで大だるみ峠登って、で土曜日に大樽峠登って下ってきた、ここでキャンプして、で近くの温泉入ってとか考えたことあるんですけどね。結構カロリーあるけど、うん、カロリーは、あ、これ今 iPhone です。カロリー383キロカロリー、うん、まあ、さから車よく通りますね。途中そんなに車いなかったのに。コンビニ飯かよ。うん。イエス、コンビニ飯。キャンプ装備はさすがに重いんで、今日はもうできるだけ減らしてきました。バッグの中はほとんど今着るものです。今日下りはここかなり寒いはず。美味しいよ、うん、野外コンビニ飯、うん、ごちそうさまでした。うん、じゃあ残った時間はこの柳平のあたりをちょっと紹介してから終わりましょうかね。長袖長ズボンにした方が
長袖、あの着込むためのものはいろいろ持ってきました。下り始め、あ、下りの時に来ます。上り中はまだこれで大丈夫です。飯食ったか？うん、食いました。うん、酸っぱくて美味しかったです。もう下ってきた。火星でマジですか？よし。5分目も行ってないでしょ。午後は急に寒くなるから気をつけてね。ああ、午後そうですね。うん？ぶどう峠が、ああ、うぽつか。動画の方ですね。で、じゃあちょっとあのこの周りの紹介を。まずこれがさっき言ったあの柳平の分校、まあ、まだ廃校とはなってないけど休校中の分校です。で、多分前に来た人が捨てたんですね。前に火星に人類が行ってたんだっけ。で、こっち夜は凍えますよ。これはあの金峰牧場っていうとこだったと思うんですけどね。あ、今これマイクかなり音、風音入ってるかな。今はなんか普通の民家っぽくなってるな。特に店ってわけでもないみたいですね。今は鼻息じゃないんだ。鼻息、あ、今ボーボー言ってるんですよね。で、おお、また車来た。なんでこんなに車は。で、ちょっと向こう人がいるんであまり近づけないですけど、あっちがあの琴川ダム、琴川ダムで、乙女湖っていう湖名がついてます。あの人は電話してるな。ここドコモが通じるんですよ。こことあと峠だけ、あのこの峠道は電波があるみたいです。で、昼食後のここが一番この後きついんですよ。まあ、そんなに標高差ないんですけど、こっからの登りが妙に急になってる。というわけで昼飯も食ったし早く登るかな。あ、ここもキャンプは良さそうですけどね。あれ、読み上げが止まった。なんで？コメントしとく。あれ？ちょっと曇ってきた？ちょっと曇って、あー、若干そうですね。運動場だったんですね。うん。あ、そう、運動場です。もうだいぶ草生えてますね。やられた分校ですな。うん。ここまで中見たことないんですけどね。で、この辺り毎年ボーイスカウトのキャンプやってるらしいんですけど、今どうやってんのかな。あとですね、あの向こうに行ったら青だるみ峠で、で、このこっち側、今ちょっと道見えないですけど、あ、コーヒーな、あっち側にそのさっき言った金峰泉っていう温泉宿があって、その先が乙女高原っていうんですよ。そっちに路地あったんですけど、もうそこが何年前かにやめてしまって閉鎖されてしまって、うん、泊まりがけ、いや今日は日帰りです。なのでちょっとこの辺りいろいろなくなりつつあるんですよね。自転車的にはメジャーになってきたんですけど、じゃあというわけで、あ、おはようございます。お久しぶりの人か、いらっしゃいませ。で、すいません、あのマコツの人申し訳ないです。
もう特にこれ以上ネタがないんで、ここで終わってまた続き登ろうと思います。で、確か峠にも電波が来てるはずなんで、うん、あ、 iPhone5 で配信中で iPhone4 でコメント読み上げてます。で、見えないか。おめでとうございます。ありがとうございます。何ですか一体。というわけで、すいませんけど放送はここでもう終わってしまいます。とりあえずじゃあ、 峠に着くのはですね、今の時間からだと15時過ぎかな。16時だとさすがにやばいよな。うん、もう終わります。じゃあまた、ありがとうございました。 GoPro ずっと今録画中です。お昼寝もうしてきました。買いました。じゃあまた、ありがとうございました。さようなら。峠の向こうはダートですね。でも放送終わってますけど。よし、また。で、放送がまだ終了できてないんだ。今来たんだよ。あれ？ニコ生アプリは反応遅いな。わらわら。放送スルーで。おかしいな、まだ終わってない。まあいいか。じゃあこれで、少し冷えてきたな。この写真だけアップしとこう。休校中の。なき平ら文庫雲出てきたな。あれ、この家新しくなってるな。こんな丸窓なかったよな確か。増築したのかな。あ、キャンプ場生きてるのかな。大人400円、車1台1000円。出るっぽいな。申し込みは金峰山荘へ。いろいろ消えてる。キャンプ場ってことはここは水場あんのかな。これも入り口の階段が壊れてしまって今使えないのかな。
確かこっからの眺めがあれそうでもないな、もうちょい上からか。とりあえず押さえで1枚あれ記憶してる、あのダム湖が向こうに見えて、てかダム湖が立ち上がって見える場所じゃないな、ちょっと行き過ぎたか。まあいいや、なんか白いとダム湖もよく見えないな。反射してる分が漏れてしまって、あ、富士山見えてるな、ここも。誰か登ってきた。リスの色はずっと変わってないな。大だるみ峠まで14キロ行ってるためってのもなんかおかしいな。行っているためだな。おお、結構紅葉が進んでる。
おお。あれ、まだ電波届いてる。
でも今の紅葉は色があんま鮮やかじゃないな。こんにちは。よし、もうすぐで平坦区間走りながら休憩できる。
北西も急にここらからこの壁の横のとこに熊笹が目立ち始めるんですよね。さすがにきつくなってきた。お、まだ電波来てる。あ、すごいな。あ、電話が書いてないか。休憩。走りながら休憩。まだ電波来てる。12キロ。しかし足の休憩にはなっても尻の休憩にはならないな。一月ぶりとかに乗ると最初に尻の違和感が結構割と痛くなったりします。あれ、まだ眠い。ここまで気温下がってくると昼寝も厳しいな。
あ、ちょっと日が出てきた。あったかいな。昼寝したいけどすぐ陰りそう。大垂峠まで11キロ。あれ、ずっとって言ってるな。晴れたか。
この眠気がずっと続いたとしたら、下りの時の寒さで、寒い下り私はなぜか眠くなるので、かなり危ないはずなので仕方がないので、もう一遍どっかで昼寝しないと。あれ、なんか足がの筋肉が結構こわばってる。おお、こんなとこあったっけ。うわ、こう景色いいな、ここは。初めて気がついた。ここは昼寝できないな。あと10キロ、もうそろそろ登りかな。またなんか前より地肌が、向こうの山の地肌が露出してるように思うな。お、いきなり目の前にこいつがあって見えるかな。ぶら下がってきました、シャクトリさん。
ああ、また火が焦げたかな。ここはいいかな。車入るかな、これは。まあでもここで昼寝してみるか。ウィンドブレーカーだけじゃもう寒いかな。じゃあちょっとまたしばらくお家で寝ます。そう、
ついてるんだ。ちょっと向こう向かしといて。Thank you.